ですね、足は基本的にわざと少しこう90度ぐらいに持ってね、かかとをちょっと合わせるぐらいこう、そうです。で、前の手でこうネクタイ触ったり、襟触ったり、あと両手でこうボタンとか触ったりとかですね、っていうのを何パターンか、はい、ねずっちゃうあ、そうそうそうこういうことです、はい、あとはネクタイの直し、こっちポケットいるのはネクタイの直しをちょっとこう気にするとか、で、その時にカメラ目線ありとか、目線外したやつとか、あ、目線復帰、ね、襟が引っかかってる、カメラをまず一番目線外します、目線外します、目線外して、結構ね、ずっと見てますね、そうです、はい、回す、こっちも回します、で、顎引きます、そうです、足をかかとをつけて隠すぐらいですね。で、足変えます。そうです。そのぐらいですね。で、OK です。それで、ちょっと後ろに気持ち入るので、そうです。まず正面から先生でポケット入れて、クイです。今度左手で同じネクタイ、襟、ボタン、そのネクタイ、そうです、もう慣れました、そうですね、少し上がっていい、そうですね、はい、じゃあまずそっちの足から、はい、そっち側から、そうです、それはもうめちゃめちゃ戻るっぽいです、いや、今感心してます。そうです。ます。ちょっとわかんないです。ちょっとやります。かけてもらうっていうのがあるんですけど、これ着てるんでどうですか？あ、もう。あ、これ沢さんのベスト。そうですね。一緒です。あ、じゃあ見せた方がいいですか、ね、はい。あ、今ちょっと。ちょうど取れる。これちょっと横浜さんですけど、はい、まあ、こういう、ちょっとかけたやつを。なるほど。世界観マシだか、これは取らせてもらいたいなと、はい、中島さんも対抗者にはいけないっていう、はい、ちょっと、あ、もういきなり決まった、あ、移動、恥ずかしいね、慣れないですね、全然いや、全然慣れない、これで最後です、オッケーです、ありがとうございます、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございます、なんていうのが安心するわこんなことしないからね、普段緊張します、ダメです、お疲れ様でした、ありがとうございます、インスタが撮れた